和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もうキンキのおまけとは言わせない。今回は日本一綺麗な山びこが帰ってくるという和歌山県日高郡日高川町にあるヤッホーポイントであります。日高川上流には和歌山県内でも最大級の椿山ダムがあります。ヤッホーポイントという表示のある赤い吊り橋が目印であります。椿山レイクブリッジという名の大きな吊り橋です。その吊り橋を渡るとヤッホーポイントがあります。どうしてこのヤッホーポイントがあるのかご存知でしょうか。和歌山県和歌山市在住のヤッホーおじさんなる人物ヒセさんが監修推薦したという4つの山びこポイントがあるといいます。日本一綺麗な山びことは何か、今回ご紹介するポイントなのであります。実はこの方、熊野古道の調査に深く関係している方なのであります。熊野古道が世界遺産、紀伊山地の霊場と参詣道に登録されるはるか昔のことであります。和歌山大学の教授らが世界遺産登録に向け熊野古道を実地調査したことがあります。この時参加していたのがヤッホーおじさんこと木瀬さんなのであります。なぜこのことをしているのかというと、この熊の親父もその場にいたからであります。そうです、熊野古道の調査に参加しました。熊野古道の調査にはいろいろなことが試みられました。五感マップ調査法という方法が試されました。それは視覚で見るだけではなく、手で物を触ったり鼻で匂いを嗅いだり、食事をして味覚を楽しんだり、そして耳で音を聞いたりして、いにしえの人々が感じたであろう万葉の心を五感で感じ取る、その取り組みであります。これを地図に書き込んでいくという方法であります。ヤッホーおじさんはまさに音源、音を地図に落としていく中でヤッホーポイントなる手法を編み出していったのではないでしょうか。熊野には独特の景観と地形から山びこが利用されてきた地域であります。熊野修験者がホラ貝を吹くのは獣や魔除けといった意味合いと、そして修験者同士の連絡手段、自分の位置を確かめるべく山びこを利用したのではないでしょうか。椿山ダムには鯉のぼりが多数かかっていました。その対岸にあるヤッホーポイントから子どもたちがヤッホーの合図を送ってきました。私はすかさずヤッホーで切り返すと、それに気づいたのか、またヤッホーの言葉で返ってきました。まさにこれこそ熊野修験の極意、ヤッホー祈願であります。言葉、すなわち音には言霊が宿るのであります。ヤッホーは魔除けの言葉でもあります。この場所に来たらヤッホーが聞こえないか耳を澄ましてみてください。ホラ貝は大きな音が出ることから、大げさなことを言うのをホラを吹くと表現するようになりました。現在では嘘をつくという意味の方が一般的になってしまって、悪いイメージしかありません。果たしてそうでありましょうか。ヤッホーを聞いたら何かしら幸せな気持ちになりませんか。それはヤッホーの持つ言霊、慈悲の音源なのであります。あの縁のオズヌは葛城山で修行中、魔王が邪魔をしたと言います。その時縁のオズヌは孔雀明王に祈ると、ホラ貝の口から光明と音が放たれたと言います。その
光の音源によって魔王は退散していったといいます。ヤッホーはまさに奇跡の掛け声、相手をも幸福にする言葉だまではないでしょうか。それではヤッホーポイント、最後までお楽しみください。やっほー、めっちゃ似てる。やっほー、今の車の人に。やっほー。いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。